はい、拓道です。今日はね、ちょっと音声でまず入らせてもらいます。というのもね、前半部分の映像全部消えちゃいました。なので、ギリギリ中盤のやつで使えそうな映像があったので、お送りします。まあ、こんな感じで、バルトロとかね、マウンテンダウンとか前半にめっちゃ着用したんですよ。で、それがもうバッサリ切られてたっていうことで、せめてね、ありましたよというご報告だけでもね、音声でさせていただこうということで、後入れでさせていただきます。バルトロは、まあ、ザーとある感じで、これフリースとかもね、パタゴニアのフリースがあったりとかするし、で、それ以外にもね、ヌプーシがあったり、デナリがあったり、アンタアーティカバーサクロフトがあったり、これマウンテンダウンですね。今年の色、ワインのやつやね。そんなんがあったりして、もうずらっとこれヌプシもね、今見えたでしょ。あ、ヌプシヌプシっていう感じで、パーッと見て、あ、マウンテンダウンが上にやるみたいな感じで、レトロックスも買ってるやんみたいな、全部そういう会話し終わったのです。レディースのヌプシもあるし、これアンタクティカバーサルフトね、があったりするってことで、もういろいろ来たんですよ。着用とかもいろいろした上で、あ、どうしようか、言うと中盤がね、今のこの映像なんですよ。で、嫁が勝手にね、一人で上行ったんですけど、僕は下でね、店員さんもずっと喋ってたんですよね。あ、今日も撮れたか十分やな、って安心してたんですけども、もう後半の残り数分しか撮れてないということで、そちらの映像をどうぞ。すいません。ありがとうございます。すいません、それお願いしていいですか。はい。100？ あ、いや、もう見た、もう。俺は大丈夫です。うん、私も。大きくないですか、今。いや、意外となんか大丈夫でした。ちょっと太ってるんで。ちょっとでも、ね。でも S やったらちょっときついんで、これがいいんです。そうそうそう、ちょっと。あ、僕多分 L やと思います。うん、いいよ、黒でいいんちゃう。合わせやすいやん。そっか、じゃあ黒。うん。一回合わせましょう。はい。合わせる方がいい。あ、本当ですか。確かに、はい、俺は別に全然即決するからあれやけど。はい、ちょっと分かった。結構みんな普段のこんな格好でいて、寒くなって測れる方もいてるんで。あ、そうなの、ちょっと履きます。え、実際学校の教師って何やったの？5年 ?6 年くらい。どうなんですかね。一応なんか家庭訪問とか行ってました。三者混乱とかもしてたし、こんな男前の家庭を奥さんとキッとしてね、お母さんね。いい、全然犬によう吠えられてあ、どうやった？なんかやっぱ良かったね。やっぱ良かったね、これで。こっちにいるのがしっくりくるね。本当？じゃあこれだな。うん、あ、それにしようか。かわいい。うん、これ買わせてもらいます。そしたら、すいません、紐のところ何使うの？そうやね、何使うか分からへん。100円で売ってるぞ。なんだろうね、かわいいね、なんか薬。あ、ちょっと待って、俺財布持ってきてない。え、持ってきて。車の中に入ってる。あらら、堀西万博選手権やってますね。これがね、今日までなんだ。あ、ほんなん撮影これ出してる頃には終わってますね、もう。あ、すいません、ありがとうございますイケメン店員さん、ね、イケメン店員さん前も言ってたんですよ、イケメン店員さんありがとうございます。かっこいいな。え、山本さんがね。あ、はい、山本さん。え、って書いてある。栗山さんですか。はい、栗山さん。はい、じゃあアパレル館の店長。あ、そうなんですね。いつもお世話になってます。俳優さんにそう。うん。女子が行くぞ。長い。長い。長い。あ、はい、一回で。ちょっと行こう。あれしよう。キャンプ一緒に行って。キャンプ、ぜひぜひ。まだ今、そうなんも行ってないから。デイだけなんですよ。泊まりはまだ行けてなくて。泊まり行こうよ。あ、ぜひぜひお願いします。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これちょっとチェックしてくれとか。あ、はい、見ました見ました。見てください。もうこれいいですねって言うといて。あ、わかりました。よくです。僕も今季俺作って、俺ちょっと肝入れちょっとやって。今、着てはるやつですね。これやってて。あ、うん、へぇー。はい、ということでね、買わせていただきました。ちょっと今日いろいろ悩んだ結果、ちょっと寝袋はまた後にします。ちょっとね、二人で話し合ってほんまにどれがいいかちょっと考えたいなと思うんで、まあ、寝袋じゃなくてね、パンツ購入させていただいて、ご夫婦で一緒に履かせていただきますということでね、やらせてもらったんで、最近なんかナンガばっかりになっちゃってるけども、うん、全然ナンガさんからね、依頼はいただいてはないんですけどもね、購入させていただきましたということで、今日はパンツ2本だけなんですけども、楽しい買い物ができましたということで、ここで終わりたいなと思います。いいですか。はいはい、最後じゃあラーメン食べれる様子、オレンジに来たらこのラーメン屋に行ってくださいっていうところあるんでね、そこに行きたいなと思います。ではどうぞ。
はい、ということでね、皆さんすみませんでした。あのショートバージョンになっちゃったけどね、最後ラーメン屋行ってる様子です。このラーメン屋うまいからマジで行ってと、並んでました、この時もね。でギリギリ入れたのでよかったんですけども、社長さんもね、せっかく撮影させてもらったけどもバッサリなかったです。説明してるとこね、申し訳ございません。そしてまた皆さんもね、ちょっとショートバージョンということで、申し訳なかったんですけども、また改めてリベンジという形で買い物は行きたいなと思っておりますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。では、ラーメン食べて喜んでる姿です。バイバイ。